傍らに視線を向けつつ弦楽器を演奏する膝までを表された女性の姿。17世紀フランスの画家シモン・ブーエが1618年頃に描いたギターを弾く女性。女性は豪華なサテンの服、赤いスカート、白いリネンのシャツを着ています。この作品はブーエのローマ滞在中に制作されており、イタリアでの勉強の成果が生かされているようです。このタイプの楽器を弾く着飾った女性は16世紀のベネツィア派の作品にも描かれています。明暗のコントラストが強い照明の効果はカラバッチョ派の絵から学んだようです。この絵はローマのコレクターの収蔵室に収めるために制作されたと考えられています。イタリア派の画家の絵のテーマやスタイルを積極的に示す本作はローマの美術愛好家にも高く評価されたことでしょう。